今ホストのヤニスンとバネッサが来て、ヤニスがまさかのコロナ陽性になっちゃったんで、一旦今日の仕事は休み、過去仮になりました。ヤニスが元気になったら再開するらしいです。はい、ギリシャはコロナにかかっても普通に風邪と同じ扱いで、一応まあマスクはするけど、うん、余裕で目の前に現れるし、うん、隔離措置とかないし、うん、陽性なんだねって感じで、なんかあやな休みって聞いてもう笑顔出てたよ。もうなんか心の底から笑ってる笑顔が顔ににじみ出してたから、休めるの嬉しくて笑顔になっちゃった。どうしよう、ね、寝る。でもまだ、いや仕事になる可能性もあるんだよ。 2,3 時間は一旦休むって言ってたから、ヤニスが元気になったら仕事するらしいです、うん、コロナだけど一緒に、うん、はい、変に遠出もできないんだよね。できない。じゃあ 2,3 時間は休んで、うん、休みが確定したら隣町行くか、うん、どうしよう。よかったな、もっとたくさん入れるぞ。はい、結局午前中は仕事ありませんでした。で今からランチに向かいます。もしかしたら午後仕事ってなるかもしれないね。はい、今日ご飯は、今日のこれ肉、なんかズッキーニって言ってたから、ズッキーニの中に何が入ってるの、わかんない、きっとお肉じゃないんだね。食べてみたい。スクミみたいなペースト状だ。めっちゃ美味しい。あれこれ肉じゃない、うん、肉だよ。めっちゃ美味しい。じゃあ今日いただきます。ご飯食べたら仕事がありました。この小石たちの下に引いてあったビニールを外してとのオーダーで、はい、ビニール取り終わり。続いて細かい土を選別する作業。先ほど拾った砂をさらに細かく仕分けしています。今日は単純作業だったんで、ちょっと飽きましたね。はい、夕ご飯食べます。今日の夕ご飯はお豆と野菜たちの煮込みです。これグリーンピース？うん、ぽいね。苦手じゃん。美味しそうに食べてください。いや、グリーンピース。うん。え、美味しい。めっちゃ甘い。美味しい。パンと一緒にね。うん。美味しいです。バイバイ。この間はスイカで、今日はすごいでっかいチェリー。うわー、いいじゃん。とプラム、うん、チェリーがすごい量入ってる。ネズミに食われないようにしないとね。本当だね。いただきます。うん、甘っ。どんぐらい入ってんの？超美味しい。うわ、大量。えぐいよ、量。大量。ここまで増やす。やば。ね。二人だけど。やば。帰ってきたら大喜び。なんでそっち向くの？げんなん。はい、今日はオリーブ畑に仕事行きます。
じゃらん。今日は1時間遅れで8時半スタートですね。の畑もね、ヤニスたちの畑で、このオリーブの木は3年生らしいです。3歳ちょうど背丈ぐらい。初収穫は6歳とか7歳で、ね、木の一本一本に水まき用のスプリンクラーみたいなのがあって、食用は水少ないんだくていいんだけど、オリーブオイルにするためだったら水をたくさんあげなきゃいけないんだね。今日の仕事終わりです。お疲れ様でした。じゃあ帰ります。ランチです。はい。昨日に続いてグリーンピースとジャガイモと人参、トマト味とこのズッキーニの肉かな詰めいただきます。肉みたいな感じですけど、ベジタリアンの肉。うん、すごいね。うん、でも本当につくねかと思ったもんね。うん、しかも材料聞いてもそんな肉になるかって感じだけど、うんうん、ハードブレッドがいいのかな、ドライトマトとか、うんうんうん、硬い系、うん、これでこんな茶色くて、うん、肉っぽい感じなんだね、うん、すごい美味しいよね。ね、作れるようになりたいな。いやもう俺は肉でいいんだけど、ひき肉がいいんだけど全然ごちそうさまでした。ジュナムと一緒にお家帰ります。昨日チェリーくれた人に、ね、よし解放だ。ジュナム、さあジュナム落ち着いたんでご飯あげます。ジュナム加藤。おお、疲れてる。偉い。たくさん食べて、たくさん寝ろね。彩奈が先に今日はシャワー浴びます。いってらっしゃい。じゃあね、水止まった？断水が始まってしまいました。俺入れないじゃん。まあいいや。シャワーが浴びれたら昼寝しようと思ってましたが、体がベッドベトで気持ち悪いんで一旦編集します。
願いします。1時間だけ寝よう。 OK。 忙しいね。じゃあゆっくり行ってきてください。はい、トイレはこれです。コンボストイレっていうかな、エコトイレです。水を使わず、引っかかっちゃった。よいしょ。こんな感じでね。ちょっとあんま汚いんで映せませんが、用を足した後にこのなんか木をぶっかけます。じゃあしていきます。まあ用を足しながらね、こんな野原の絶景が見れます。はい、用を足し終わったんでこいつかけていきます。こんな感じでね、パラパラパラーっと。本当はもっと狙い定めるけど、今ちょっとカメラ撮ってるんでね、だいぶ上から落としました。この中にね、トイレットペーパー、はい、トイレットペーパーも捨てていいんでね。で、家から 20メートルぐらい離れたところに置いてあるのがちょっとめんどくさいんですけどね。はい、みんなもう先に昼寝中。本当だ。おやすみ。じゃあ寝床はここです。はい、なんか見えるかな。こんな感じのスペースです。はい、よいしょ。おやすみなさい。おやすみ。4時半ぐらいかな、うん、1時間寝れたんで動画編集頑張ります。ロボずっと寝てましたね。今6時半ぐらい、うん、無事に断水が終わって僕もシャワー浴びれました、はい、よかったね、うん、すっきりしたタイミングでちょっと Wi-Fi のあるヤニスの家に移動して作業します。はい、夜ご飯です。今日は豆のスープだね、うん、大きいね、うん、ここはサラダです。きゅうりとトマトのサラダといつものパン、はい、いただきます。今日も食後はスイカです。うん、めっちゃ甘い、うん、美味しいね。おはようございます。おはようございます。今日は多分ヤニス元気だから、うん、7時半通常通りスタートなのか、ワクワクドキドキしながら車を待ってます。はい、ヤニス体調いかがに濁した。まあね、どうせ牛でスタートが後ろにずれて仕事するより もう早くちゃちゃっと終わらせた方が一日有効活用できるから。そうだね、来るなら来い。で、今までの確率的に体調悪くても何かしらどっかしらでずれて仕事するから、うん、涼しい朝のうちに仕事したいし、うん、じゃあ今日も頑張りましょう。はい、今日はオリーブの木です。はい、昨日と一緒。そうだね、もうちゃちゃっと飛ばします。終了まで3、2、1、プルルリン、プルルリン。はい、ちょうど1時過ぎ、5時間ちょっと仕事して終わりました。今日の仕事お疲れ様です。じゃあこれから帰って昼ご飯食べます、はい。
ひなももバテバテだね。ハーハーしてる。今日はご飯ですと、ご飯のお供。うわ、ナスだね。中にナス入ってる。うん、本当だ。いや、昼ご飯食べ終わって家帰ります。ずっと動画編集してて一段落ついたんで、ヤニスの家に行って動画アップロードしながら夜ご飯を待ちたいと思います。さあ、今日の夕ご飯はまさかのパスタ。すごい、平打ち麺ね。えフィットチーネだね。おー、食べてみて。いただきます。ハリオメキシと、うん、味薄い、ね、超美味しいよ。ベリーグDid you make it? This noodle? Yeah. へぇー、自分で作ったんだって。へぇー、めっちゃ美味しい。おぉ、今日のデザートはメロンです。うん、うまい、超冷たい、めっちゃ美味しいよ。おはようございます。おはようございます。さあ、今日も一日頑張りましょう。頑張りましょう。今日はリビングの土間作りを始めます。今日はここでご飯です。今日のご飯はナスの玉ねぎ詰め。そして下にご飯が。ラスト1回ぐらいかな。頑張りましょう。
はい、お昼寝終わってシャワー浴びて洗濯も終わったんで、ちょっと近くにあるこの村唯一のカフェに挑戦してみたいと思います。行ってきます。おはようございます。うわ、ポテチ売ってんじゃん。もうジュース売ってんじゃん。スプライト。やば。でも前日でよかったね。これ早めに知ってたら普通に我慢できなかった。めちゃめちゃ居心地良さそう。じゃあ夕ご飯の時間になったんで、ヤニスの家に向かいます。はい、さあ夕ご飯です。行きます。おはようございます。ワークアウェイ仕事最終日です。昨日はジュナムがずっと逃亡してたからもう3時間も寝れなかった。めっちゃ眠いです。 Good morning。 What? Good morning. Bon Bonjour. Bonjour. Ah, bonjour? Yeah. Ah, hello. Same. Yeah. Ah, bonjour. じゃあ頑張ります。おはよう。おはよう。Good morning. おはよう。最終日どうですか？うん。ね。めぐみの水が来た。水切れてたんですよね。やばい、冷たい。あ、そうなの。やばい、うん、うまっ。冷たい水ってだけでうまい。ちょっと今日もカフェ行きませんか。ジュースとアイスお祝いで飲む、うん、コーヒーとは別で。別で。もう一回さ、甘い蜜吸っちゃったらもう耐えきれないね。現実。あと1時間もないっす。そうだね。こんだけ広いのをよくやってきたよ。あともうちょっと。お疲れ様でした。お疲れ様でした。昼ご飯。That's Greece food. Pepper cheese? Uh-huh. Yeah. Itadakimasu. Itadakimasu. Oh, so that's it. Hi. Hi. Today, we're going to cafe. Yay! And then, Sprite. Yay!
着。出ないなんてことあるの？近所の人が夕方5時ぐらいになったら開くと思うよって言って、Wi-Fi 繋がったんで勝手に借りて作業してます。ちょっとスプライトはなぜかちょっと高いんで。1.2 ユーロのコーラ缶買おうと思います。これでもね180円くらいするんだよね。高い。でっかいスプライトが 2.5 ユーロだったんで、アヤナとシェアしようと思います。1週間ぶりの炭酸ジュースいただきます。乾杯。仕事終わりで、しかも今ずっと飲み物我慢してて、ね、よっしゃラッシュよしねえ、ペスピメラにドラタコシャスギブあれうんあ、ね、今キッキーさんだね。なお、なお、うん、じゃあ夕ご飯です。今日はみんなで食事をする最後の日です。そうだね、悲しいね。感極まって泣かないようにしよう。はい、今日の夕ご飯はじゃじゃん、豆、トマト、レーズン、人参、オニオンかな。いただきます。今日はお酒をいただきます。乾杯はヤマースって言いましょう。ヤマース味とかわかんない。強すぎて味付けはちょっとクミンが入ってました。回れ